こんにちは、速稼塾の久保です。いつもね、暗号通貨ニュースをご覧いただきましてありがとうございました。今日はですね、ビットコインについてちょっとね、語ってみようかなと思います。ビットコインのマーケットレポートといったらちょっとかっこよすぎるかもしれませんけども、今年の下半期がどうなるのかってことをね、私の今までの考え方をまとめてお話しようかと思うんですよ。さまざまな動きがある暗号通貨、仮想通貨の世界なんですけども、2020年のマーケットは、どういうふうに動いたのかなってことでね、まず上半期をまとめてみようかと思うんですね。私自身は2014年からこの暗号通貨の動向を追っているわけなんですけども、今振り返ってみるとですね、2020年っていうのはね、前半暗号通貨の市場っていうのは乱高下をちょっとしていたかなと思うんですよね。全体的にですよ、ビットコインだけではなくて。で、年初で大きく上昇したっていう感じが来て、これ今年2020年もう一回吹き上げるんではないかなっていうふうに思ったんですけども、例のね、感染症騒動により、大きく上がるものとガクッと下がるものとまた分かれたかなっていうので、混沌を極めるところがあると思います。であとはね、2020年といえばビットコインの半減期にも当たるわけなんですよ。これがどういうふうに動くのかってことを注視しなければならなかったんですけども、予測も合ってるのか合ってないのか分かんないような状態、これも感染症によってですね、全く予想不可能なファンダメンタルが訪れたのかなと思います。あともう一つはデフィっていうの聞いたことないですかね。分散型金融なんですけども、こちらの人気の影響もありまして、現在に至ってはですね、堅調な上昇相場が始まったのかなと思っております。ここ1ヶ月くらいでちょっと極めてね、値上がり率がかなり高くなってきたかなと。8月ってのはですから、一気に稼げるチャンスだったのかなと思います。これは暗号通貨全体というよりもビットコイン、ADA、XRP に限って言えばです。私がね、この3つを注視しながら毎日放送していたわけなんですけども、暗号通貨って言えばね、特定の名のある通貨以外はもうペンペン草も生えないような感じで、鳴り物入りで始まった ICO みたいなのがね、だいぶ2017年、2018年と ICO ってきましたよね。有名人が進めてきたのもありますし、多くの方がネットワークで参加したのもあると思いますけども、全部全滅、あれ最初からインチキだったわけなんですね。私はそういうふうに考えてるんですよ。ですから、いまだにチャンスがあると思ってる方は気の毒でしょうがないかなと思います。これは繰り返し申し上げておきますね。もちろんね、そうじゃない考え方もありますので、そうじゃない考え方の方は私に噛みつくよりも、そうじゃない考え方同士で盛り上がった方がいいと思います。私はね、もうちょっとそちらの方の話をもう聞きたくないんでね、例の何ですかね、フィリピン関係のなんとかかんとかとかいうやつよりもね、芸能人のなんとかかんとかっていうのもね、いや、あれはね、もう本当私が関わっていたっていうことすらもう忘れていただきたいと思います。関わってたって言っても私が成立したわけじゃないんですけどね、私がちょっと興味を持って話題に出したことがあるよっていうのはね、もうあれすらもやるべきではなかった、完全無視でよかったかなと思っております。それでね、XRP、ADA、それからビットコイン、こちらの方は明るい相場が続いております。今はね、ちょっと押し目が入ってますんでぐっと下がってますけども、これは逆に言うとですね、高値をつけた金額の暗号通貨、これをね、利確したんで、利確して、大きく儲けた方が値を下げてるわけなんですよ。ですので下がったところでもう一回買い目に入ってくると思いますので、私はね、もう今更私は買いませんけども、ここでもう一回最近気がついた方はね、買ってもいいんではないかなと思います。で、押さえておきたい材料なんですけども、そうですね、アルトコインは冷やしベースの大きな流れを取りに行くスイングトレードがいいんではないかなと思ってます。ちょっと難しい言葉になっちゃったんでやめときましょうか、この続きを話すのは。どういうふうにしてね、これから値段が上がっていくのかってことをお話しましょう。まず一つ目ですけども、給付金の一部が暗号通貨にまた流れ始めます。給付金と言いますとね、日本では10万円前後が受け取れたということなんで、多分この10万円では暗号通貨買おうかなっていう余裕生まれる人はいないと思いますけども、ただやっぱりね、暗号通貨ってのは世界中のマーケットですから、例えばアメリカなんてのは結構ね、派手な金額1200ドルとかが手渡されてますので、この1200ドルの一部を暗号通貨に買うっていうのは考えにくくはないことかなと思いますよね。実際ビットコインってのは4月16日に70万円から77万円台に、後半までに 10% も急騰してるわけなんですよ。で、この時ってのはやっぱり、給付金が、出たその瞬間だったと思うんですよね。で、7月26日給付金の延長期待で、ここもまた買われてましたね。要するにね、資金がドーンと入るよっていう直前に資金の余裕がある人が先に買ってしまってるってことなんですよ。で、7月26日なんですけども、やっぱりね、
米の財務長官、アメリカの財務長官が共和党の新型コロナウイルス対策法を翌日に発表すると明らかにしたときに大きく相場が動いたというところを見てもそうなんではないかなと思います。私普段ファンダメンタルを語ることはないんですけども、今日はね少しだけファンダメンタルをこういうふうにお話していこうかと思います。そういうところもやっぱり私は見てるってことなんですよ。テクニカルがちゃんとマスターできてるからこそファンダメンタルを生かしていけるんですよね。でテクニカルがデタラメなのにファンダメンタルだけを、まあ、待ってしまうと、これはね完全にね宝くじになっちゃうんですよ。ファンダメンタルっていうのはやっぱりテクニカルの方向に動いていくっていう風な形ですよね。一瞬ファンダメンタルで逆目に行っても結局はテクニカルの方向に行くわけなんですよ。ですので落ち着いて待てばいいし、落ち着いて、利確すればいいし、落ち着いて損切りすればいいってことになりますよね。ちょっとまた話が難しくなっちゃってすいませんね。あでもすごく大事なことっていうか私が考えてることなんですよ。だからこの考えが分かれば、分かってる方は多分ね利益をどん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 積んでるはずなんですよね。はい、まあこのくらいにしときましょうか。もうちょっと話しましょうか。うん、2つ目なんですけども、世界的な金融緩和とゴールドの上昇ですよね。金の上昇、ゴールドの価格の上昇です。これも関わっています。うん、で3つ目、ハッシュレートとビットコインアドレスのことです。この言葉が出た瞬間何のことってわからない方がいらっしゃると思いますので、細かく話すことはやめときましょうか。ハッシュレートとビットコインアドレス、これはちょっと覚えておいていただきたいかなと思います。どっかで、ね、検索してください。私別の動画でも説明してると思いますけども、多分そこまで、ね、あの専門用語とかって皆さん聞きたくないでしょハッシュレートとかね、ビットコインアドレスとか、これすごく大事なんですけども、今回はちょっと割愛させていただきます。まあ、そんな形でですね、まあ、ビットコインがなぜね130万円付近まで行ったのかってことを私はちょっとお伝えしかねてきたっていうかね、お伝えし損ねてきたわけなんですけども、95万円前後の時に仕込めと言ってきて、100万円を突破してからはもうね仕込めとは言わなかったんですよ。要するにこれはね100万円を超えたらあとは見てるだけのレースなんですよ。で今122万円前後にね、今日の時点8月31日の時点になってるでしょ。で大きく利益上げてるはずなんですよ。100万円以下で買った方は20万以上のね、ビットコイン1個でですよ、利益を上げてるはずなんですよ。で1個ではなくてやっぱり10ぐらいの単位変えるぐらい、今ビットコインっていうのはね、ビットコインで勝負しようと思う方はビットコインをね10枚ぐらい買ったりとかね、3枚売ったとか5枚買いましたみたいな、このペースでやらないとやっぱりはっきりとした利益はつかめません。確かにね少ない金額でもできるんですけども、少ない金額でエントリーすれば利益も少ないわけなんですよ。ですからこれは暗号通貨で儲けたっていう風なレベルには来ないんでね。ですからやっぱりこの投資をする前にちゃんとビジネスできっちりと利益を上げてくること、これは勤務じゃないですよ。勤務ではなくてビジネスですよ。お仕事をしてもらう報酬ではなくてビジネスをしてもらう報酬です。この余剰資金、ビジネスによって得る余剰資金でもって暗号通貨にどんどん突っ込み続ける、でないと富豪にはなれないわけなんですよね。少なくとも2桁上の金額っていうのは扱えなくなってきますんで、やっぱりね生活費を切り詰めてやっと買うような、そんな暗号通貨であっても、まあこれ面白いんですけどもなかなかね先が見通せないかなと思います。これはちょっとね冷たい感じに聞こえるかもしれませんけども、実際そうなんですよ。ですのでまずマスターするべきはビジネスです。ビジネスできっちりと毎月20万とか30万とか50万の余剰資金が稼げるようになって、その資金をどん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 暗号通貨なり他の投資案件に積んでいけるからお金が増えてくるんですよね。そして投資の一丁目一番地は、私の考えですと繰り返しますけども FX なんですよ。暗号通貨やる前に FX にドカンと力をつぎ込んで、そして FX をマスターして、そこで少額の資金を FX で増やして、そこで増えたものを暗号通貨に入れるっていう、この手順が私は今だったらね正しいと思います。以前だったらね少ない資金を ICO に突っ込めば夢は変えたんですけども、全滅したでしょ ICO は。だから ICO は最初からもう闇雲だったんですよ。雲をつかむような話なんですよ。だから私は自分が投資のプロであり暗号通貨の専門家でありながら進められなかったんです。 ICO はこれはもう訳がわからないと。これはね金融の専門家でも ICO はねちょっと手が出せないというよりも、金融の専門家だからこそ負ける確率の高いところにはいかないって選択を取ったんですよね。で、やっぱりね初心者の方とか負ける方っていうのは負ける確率の高いものばかりやるんですよ。そう思いませんか？これがねだから本当に積み重ねず言わなければならないオチになってきます。で本日はねその他にも伝えることあったかな。まあ、この辺にしときましょうかね。あとはね今日はねキャピタルフライトっていうのをちょっと検索しておいてください。次キャピタルフライトってものを中心に暗号通貨の話をすると思います。キャピタルフライトですよ。よろしいですか？それでは失礼します。